はい、どうもそばです。はい、どうも。はい、今回からね、ボスのエフェクターを徹底的にやっていきたい。今回から、うん、誰もがこう手に取りやすいというかさ、うんうん、みんな使うボスをよーくね、調べてみたらね、結構面白いことが分かってきた。そう、ね、俺は何が面白かったかって、このエフェクターの開発の歴史とかさ。確かにね、まあ深いからね。そう、どうしてこのエフェクター作られたのっていうさ、その時代背景とかが結構面白いわけよ。そうね、そう、今回これ持ってきてんだけどね、これね、だから全部ね、一個一個すごい意味があるというかさ、どうしてこれが作られたのかみたいな、どういうことを狙っていったのかみたいなのがすごい分かりやすい面白いエフェクターばっかなんだけど、今回はこれではありません。メタルゾーン、まさかの一発目。ボスのメタルゾーンっていうのは1991年3月から出たと。おお、だ結構前なんだよね。相当前 で今でも現行品で売られてる結構ロングセラー商品ではあります。まあ誰しもが楽器屋でまずこの黒とオレンジは見るよね。そうだね、うん、そう。で、まあ、特徴としては、3バンド EQ って言ってさ、こうだからアンプみたいな感じにね、ハイ、ロー、ミドルみたいなさ。で、ミドルのフレキシって言って、こうミドル自体の帯域がどこですかっていうのを決められたりするっていうんで、めちゃめちゃ音作りの幅が広いと。で、まあ原因の幅も広いんで、すごい、すごい少なくすればクランチくらいで、でもめっちゃ歪ましたらもういくらでも歪むようなとこまでいけるっていうので、かなり音作りの幅が広いよっていうので、スペックだけ聞くとすごいじゃん、うん、めちゃめちゃ使い勝手いいんじゃないのみたいな話になるんだけど、楽器屋の店員みたいなこと言ってる。そうなの、そうそう、俺がセールストークをしてメタルゾーンを人に売るならこういう言い方をして、で、まあなんとなく聞いた人も、あ、じゃあいいんだ結構みたくなるでしょ、なると思うんだけど、ただこれ買った人からはめちゃめちゃ不人気っていうかさ、不評というか、何これみたいな声も多かったエフェクターなのよ。非常に賛否両論の多かったエフェクター、まあ、この原因の一つとしては、はい、シンプルに音作りがめっちゃむずいの。まあね、うん、いい部分をね、探すのがね、すごく難しい。 あんまりこう、特に EQ の部分、ちょっとグイッと上げすぎるとブワーって耳障りの音すごい出るし、すぐにね、行くからね。そう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 、だから結構スイートポイントっていうのかな、気持ちよく音が鳴るポイントって、正直ここからさ、まあ、これを時計と見立てたら1時間前後くらいしかいじんない方がいいっていうさ、そう、普通に音作りするなら。でもそんなのみんな分かんねえじゃん。だいたい3、4時ぐらいでベッてやる。そう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 、シャーみたいな音がして、なんじゃおらみたいのは結構あると思う。そうそう、だからなんだろう、言い方悪いけどダメな音が出る部分とかもすごい多いから、当たりを弾くっていうか当たりの音を作るのがすごい難しかったと。これをね、初心者の人とか、うん、メタルゾーンに慣れてない人が使うとすごいやりづらいと、うん、本当に1回や2回のスタジオ練習では音を作りきれないんじゃないかってくらいさ。まあ確かにバンドで入るときに、うん、こいつを例えば、うん、楽器始めは立てですって、うん、こう持ってきて、うん、ね、スタジオの機材でエフェクターをいじってる時間って20分もない、うん、ないないない、その間に音を作るってめっちゃむずい、うん、そうそう、ただこれが近年覆りまして、 YouTuber のオラーイングランドっていうさ、メタル系のこうレビューとかを専門にやってるギタリストの人がいて、その人がメタルゾーンをプリアンプ的に使ったらもしかしてめっちゃいい音出るんじゃねえ説を提唱した。プリアンプ的にってどういうことかっていうと、このアンプって前の方にインプットってのがあるんだけどさ、みんなここにエフェクターをまず挿してね、使うんだけど、ただこの裏にセンドリターン端子ってのがあるわけ、ね、で、ここの、まあ、そのパワーアンプっていうのをさ、ここはね、表に挿すとプリアンプって部分を通るわけ。プリアンプってのはこのアンプの音色を作る回路です、簡単に言うと。プリアンプで音色を作って、で、パワーアンプで音量を作る、音量をね、増幅するわけ。それで音を出す。なんだけど、
この裏のセンド端子とかリターン端子に挿すとパワーアンプに直でいくわけ。パワーアンプに直でいくってことはメタルゾーンをプリアンプ的に使ってそのまま音が出ると。だから普通に挿したらプリアンプ、プリアンプ、パワーアンプと、だプリアンプにこう二重掛けになっちゃってあんまいい音が出ないんじゃないかな。でこれね、どのエフェクターにも当てはまるわけじゃないの。 EQ がちゃんとハイとローとミドルってしっかりあるエフェクターだからプリアンプ的に使えるって話。 EQ がさ、ミドルとかがないやつだとさ、ミドルの調整ができないからいい音を多分作れない。そうだね、普通に作っちゃうと。そう、ただメタルゾーンはそれができる、ちゃんと3バンド EQ があるので。だからこれをパワーアンプの部分に直接挿して音出してみたらめっちゃいいんじゃないかってのをやったらめちゃめちゃ良かったの、その動画の音。弾いた。俺たちの知ってるメタルゾーンじゃない、めちゃめちゃモダンなハイゲインアンプの音になって。でね、俺ね、ちょっとこれ気づいたんだけど、ハイゲインアンプの会社のディーゼル社ってあるの。あ、はいはい、ディーゼルってあるでしょ、はい、で、あそこって92年に創立してるわけ。そう、メタルゾーンが出たの91年、ほぼ同時期に出てるわけ。まあ、そこに何の関係、まあ、どれくらい関係があるのか分かんないんだけど、まあ、もしかしたら当時はそういう音色が求められてたのかな。ディーゼルのようなハイゲインアンプの音が。で、それを表すかのように、こうメタルゾーンのモッドっていうさ、あの改造するさ、メーカーとか、そうそうそう、この回路を改造していろんな音作りましょうっていう人たちがいてさ、ね、そういうなんかちゃんとメーカーもあるくらいさ、それのメタルゾーン、ディーゼルモッドってある。だからメタルゾーンってディーゼルに近い、あのなんつうの、ちょっとジューシーでね、ジュワーっていうハイゲインアンプの音が出せるんじゃないかと。っていうか、もしかしたら92年くらいでそういう音が求められてたんじゃないかと。だからそこに合わせて音を作ったんじゃないかと。なぜならディーゼル社もその年に創立してるわけだし、うん、でメタルゾーンもその同時期に出てるわけで、っていうんで、だメタルゾーンはもしかしたらディーゼル系のアンプなのかもしれない。ディーゼル系のプリアンプ、そう、もしかしたらね、もしかしたら、これはもう俺、あくまで俺の仮説だから全然違いますよって話になるかもしれないんだけど、ただ音色の傾向としてはちょっとディーゼルっぽさを思い浮かべてもらえると音作りが分かりやすいかもなと思って、ディーゼルのアンプを知ってる人はもしかしたら、あっ、ちょっとディーゼルっぽいかなるかなっていう個人的な考えでした。それを今回はリターン挿しで、そう、ちょっとリターン挿しで弾いてみようかな。はい、じゃあやってみましょう。ぜひよろしくお願いします。はい、えい、では、まあ今クリーンがこんな感じですね。まあ、オールフラットで EQ はやってるんだけど、じゃあここでメタルゾーンもじゃほぼフラットでオンにしてみます。こう一気に低音がなくなるというかさ、オールフラットだと一気に低音なくなってこうスカッとしちゃう感じなんだよね。そう、これね、じゃあちょっと頑張って調整してみようか。じゃあちょっとドンシャリ目にして、ちょっとドンシャリ気味かな。これがメタルゾーンを初めて使った人が落ちるなんかシャーシャーするな。そうそうそう、音に芯がなくなるなって。これちょっとしかおかしくないじゃん。だからもうちょっと、えげつないのやってみたら、まあ、えげつないでいく、めちゃめちゃミドル下げて、めちゃめちゃトレブル上げて、めちゃめちゃロー上げて、
耳痛い。そうだね。これやばいね。そうだ、極端な設定するとここまでいっちゃうから、こういうジャンルが好きな人はいいのかもしれないけど、だからね、もうちょっとね、あの、ほんとちょっといじるくらいの、うん、ちょっとだけね、本当に気持ちだけドンシャリにして。さ、あの、ほんとちょっといじっただけでもすごい音変わるし、うん、なんかわざわざメタルゾーンでこの音を作るなら他の歪みエフェクターでいいなってなっちゃう。そうだね、うん、これ残念なんだよね、うん、ちょっと残念ポイント、うん、じゃあこれをリターン差しにしてみましょうっていう話ですわ。はい、これ今リターンに差してます。これだと、これだけだと正直あのモコッとしてるよね、うん、ただこうメタルゾーン そのさっきマーシャルのフロントに刺した時の低音のなさみたいな、うん、スカスカ感はなくなったの。そう、ローはすごい出てるから、だからここから結構ハマる EQ 調整をしてあげると化けるなっていう、うんうん、厚みがさっきより出てるからね。そう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 、だからこれでようやくメタルゾーンの美味しい部分出てくる。で、俺のおすすめはね、あのこのミドルを同時に同じくらい下げてあげる。結構ほぼほぼ同じ風に下げてあげて、で、トレブルとローも同じくらい上げてあげる。大体ね、ちょっと上げ目でいいと思う。これでどうだろう。してみようか、うん、もっと極端にローはいいかな、ちょっとハイちょっと上げて、ロー気持ち下げて、でもっとミドルは下げた。使える音になったんじゃない？なんか芯が出たって感じがするよね。そうそうそう、で、モコモコ具合をちょっとドンシャリにすることで解消してあげて、で、ハイの抜けを良くしてあげたと。
まあ、マーシャルにはおそらくこの使い方でかなりいい音が出るんじゃないかなと。これをね、やっぱ発売当時にもしこの使い方が流行ってたらメタルゾーンもっとめちゃめちゃ評価高かったと思う。確かにね、うん、はい、これ今すごいモダンな音っていうかさ、今でも使えるような音っていうか、セミアコだしねセミアコしか持ってないけど、セミアコでこんなメタルの音出るから、うん、そう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 。でね、やっぱボスなのでローランドのジャズコにもこれ使ってみたいローランドのジャズコで今の音が出るなら最高のジャズコ対策のうちの一つなんじゃないかと思いまして、ちょっと早速それもやってみたいと思う。はい、よろしくお願いします。はいはい、で今ジャズコに繋いだんだけど、ジャズコの、チャンネル2の方に挿して、まあ他のエフェクター使わないから1でもいいんだけどね、これね。で、オールフラット、トレブル、ミドル、ベース全部12時にして、で、まあボリュームは本当に 適量というかね、まあそれでこんな、まあ、いわゆるジャズコな音なんだけど、うん、じゃあここにメタルゾーンを、フラットな状態のメタルゾーン、はい、やってみましょう。あのマーシャルに繋いだ時とね、うん、大して感想変わんないんだよね、うん、そうだねこれすごいよね、あの逆にマーシャルとジャズコさ全然違うじゃんっていうのさ、あの前の FX ベーカリーの時にさやったじゃん、うん、全然違うねって一緒だよね今ね逆にそれが強みなんだこの FX さ、そうで、じゃあこれをだもうちょっといい音にしてみようかと、はい、やってみます。できるんですか本当に。ちょっとだけちょっとだけ動かして、心折れちゃった途中でいい音にならないっすよこれは。ちょっと振り切ってみる、あ、ちょ、振り切ってみる、振り切ってみる、マジでもうやめてよ。もう耳が壊れてしまいます、こんなことしたら。ダメダメダメだ本当に、うん、シャーシャーする。そうそうそう、あのね、確かにね、あの90年代くらいのハードコアのバンドでこういう音作りの人いた、あえてあえて。でも本当一部の一部よそれそれが成立するのって。だからね、だからフロントに刺してメタルゾーンで音を出した人はジャズコだろうがマーシャルだろうがこういう目に遭ってたわけですよね。歪みの、うん、はなんか悪いところが出ちゃってるよね。そう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 、だからこれをみんな当時ね買ってさ、うん、メタルゾーンって名前かっこいいじゃん名前だけはだから買ってみたらこんな音かーみたいなね。今単体でギター1本で弾いてるからまだ聴けると思うけど、うん、これがバンドアンサンブルに埋もれたらどうなるかっていうことも、うん、まあ想像すると、そうだね、ちょっとなあ、あの、ほんとシャーシャーのシャーよ、ほんとにガンダムじゃねえそっちかいシャーシャーのシャー、赤い水星、はい、いや、ほんとにね、ひどいもんですよこうやって聞くと、確かに、うん、これをリターン雑誌したらどうなるかって話、やってみよう。
あのマーシャルと同様、リターン雑誌にするとやっぱ最初はモコる。そう、フラットな状態だとちょっとモコモコしてくるけど、あの低音がね、スカスカになったりとかもしない。そうですね、アンプらしいちょっとパワー感というか音圧感は感じるようになってきた。そうだ、これをじゃあやっぱりこういつも通りドンシャリでちょっと攻めていくと、さあちょっと聞いてみて。もうちょっとロー上げてもいいかな。もうちょっとロー上げてグイッとかなり上げちゃってるけど、こんだけ上げてもいい気がする。そう、そう、あの今ねかなり極端にローとかすげえ上がってんだけど、うん、でもこんだけやってもジャズコならちょうどいいというか、うん、だから結構さアンプごとにセッティングの美味しい部分が違うんで、うん、もうちょっとさらにドンシャリにしてもハマる気はするし、うんうんうん、まあだからちょっとあくまでこれ EQ のセッティング例なんだけどね、例としてちょっと見てもらって、そうこんな感じがあるよっていうので、いやでもやっぱいい音になるわ思った以上に。逆にちょっと振り切ってる。あ、もうさらに逆にさ振り切った感じも。そうだね、ちょっとやってみる。振り切ってるね振り切ってるけど弾けるね。うん、うん、なんかそうだね、痛くない程度感が。そう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 、まあちょい痛いけど、うんうん、まあ、ここまでやるとさすがにあれだけど、でもそのなんかあくまで実用的な範囲になるっていうか、うん、っていうかさやっぱりさ俺がも見たね元ネタのさこうオラ・イングランドさんとかも言ってたんだけど、もともとやっぱプリアンプとして開発されたんじゃないの、そもそもっていうかみたいな。うん、そう、そこのセールスがうまく、それセールストークじゃないけどさ、商品説明がうまくいってなかったからなんかそういう微妙な評価を得てるけど、プリアンプとして考えたらこれなんかね、いいと思う。そうそう、だから EQ もさ、その今こんだけ極端な設定にしてもまだ実用レベルっていうふうに考えると、やっぱリターン雑誌前提で作られたんじゃないかっていう説が濃厚だよね、うん、びっくりした、うん、全然音いいもん割とね、うん、これさ歪み落とした感じの気になった。ちょっとはい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 、まあフラットじゃないけど、うん、さっきのドンシャリの設定で歪み落とした時にどんだけプリアンプとして機能するのかちょっと聞きしそうね、そうね。じゃあ今もうディストーションゼロにしてみて。
大きくなってちっちゃくなってするんだけど、なんだろうね、なんだろうね、電圧の関係かちょっとわかんないけど、ちょっと分かんないんだけど、音はさ悪くない、ね、全然エルレで使えない。割とね悪くない。普通のアンプのさ、うん、オーバードライブくらいの、うん、感じでパンクにも使える。これくらいの歪み感なら抜けもいいのかな、それなりに、うん、ありだね。これ結構発見だった。そう、これ前に試した時にちょっとうまくいかなくて、うん、もっと極端にね、ドンシャリーなセッティングにすれば逆にフラットになるっていうかさ、それをちょっと知ったもんでやってみたんだけど、あ、意外と良かったね、音が、うん、いや発見したわ。こういう使い方があれば、プリアンプとしても使える、うん、そう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 、下手なアンプより、下手なエフェクターより全然いい音するから、うん、これ中古で2500円だったら、相当音良くない？確かに、うん、これで2500円はいい、いいね、素晴らしい、うん、そうそう、だから今回 EQ のセッティングをある程度公開したんで、こういう風にやればいい音出るよって、だから俺は最初さ、その EQ 設定分かんなかったもんだから、フラットにやればいいもんだと思って全然いい音出なかったから。あ、フラットにやるとモコッとする。そうそうそう、そのモコッとしたのをちょっとドンシャリにして解消してあげるのがいい音の秘訣だなと思う。まあある程度方向軸というか、そうそう、何時ぐらいって分かれば、そう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 、そこから騒いで、まあだから基本的にはミドルを同じ時間で作業した方がいいと思う。これミドルフレキシュのミドル自体も一緒に下げてあげた方がなんか簡単にいい音作れるなっていう、うんうん、ここも本当難しいのよ。本当は調整難しいから、もうね細かいこと考えず一気にね落とした方が俺は楽だった。でまあローはローとトレブルはね、トレブルで結構抜け感調整できるから、トレブル結構上げ目でいいと思うし、でローで音圧調整できるんで、それくらいの感じで結構上げ目で大丈夫かなっていう印象でした。はい、まあ、っていうんでいかがだったでしょうかね、こうメタルゾーン、うん、プリアンプ的な使い方をするとめっちゃ音が良くなる説をめっちゃ細かく検証してみた回だったけど、うん、中古2500円でこれだったらいいと、本当に俺いい情報知ったわと思って、うん、これでねみんなもっとギターを好きになるんじゃん。メタルゾーンをね再評価される、うん、時代はまた来ると思います。80年代のメタルの音しか出ませんみたいなさ、レビューがサウンドハウスとか見るとあるわけ。全然素直だよ。メタルゾーンの裏技はもっとみんな知ってほしいし、逆にこういうエフェクターいっぱいあるわけ。そのハイとローとミドルの EQ がある、ね、ついてる歪みエフェクターっていっぱいあるの。それも多分全部プリアンプ的に使えるはずだ。気になるね。そう、すごいでしょ。確かに。そうなのよ。これ全部リターン差ししたらめっちゃいい音になるんじゃないのっていうのを、はい、まあ検証するかどうかは別として、みんなもし手元にあったり気になってるエフェクターだったりあったら、それはぜひチャレンジしてみてほしいですね。うん、はい、まあそんな感じでね、こうメタルゾーンの回これにて終了となります。まだまだね、今日スタジオ入ってさ一気に何本も撮るんだけど、まだまだエフェクターいっぱいあるもんでね、これからどんどんやっていこうって感じなんで、よろしくお願いします。じゃあまた会いましょう。さよなら。バイバイです。